名古屋おもてなし武将隊陣笠隊の助けにござりまする。夏にございます。武将の方々をお助けするため津々浦々の一層を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊陣笠隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ忍びの次は我らボドモフのお時間でござりまする。先ほどの忍者さんの時には軽技がたくさん見られたかと思うんですけども、我らボドモフの時にはこの日は槍使いのお三方がご出陣でございますので、華麗な槍さばき、そして我々陣笠隊の太鼓、さらには全員で舞う舞など盛りだくさんでお届けしてまいりたいと思いまする。して皆様方はただ見てご覧いただくだけではないんです。なんだすけさん、皆様方には勝ち抜きというものに参加していただきたい。はい、勝ち抜きとは拳を天高く掲げ、えいえいあーえいえいあーえいえいあーと三度あげる戦勝祈願でござい、皆様方にはこのえいえい4を共にやっていただきたい。早速練習してまいりますぞ。皆様方、はい、拳を掲げて、グーにして上にあげてくださりませ。ありがとうございます。この度すごいですね。名古屋市内から来た者手あげて、あ、名古屋市内から来たよ。おー、俺はそのままグーに帰る。あー、良いですね、ありがとう。ではそれ以外から来た者手あげて、あ、名古屋市以外から来たよって方手あげていただき、そのままグーに帰る。あー、良いですね。今あげとらん者たちはどこから来たんじゃ。あー、どこから来られたんでしょう。もしかして城内にお住まいなんですかね。では今あげとらん者手あげてちょ。では拳をかけてまいりますぞ、はい、今帰るのはおかしいじゃろ。今からやりまするぞ。熱中症気をつけてな。そうですね。ではまいろうぞ。はい、皆の者、立ちだけじゃ、それえいえいあーえいえいあーえいえいあーありがとうございます。我らの演舞、最後まで存分にお楽しみくださりませ。我ら、名古屋おもてなし武将隊は400年前より蘇りし、ものの不集団、本日は、現世という戦国の生きる皆様方にたくさんの元気と、ありったけの勇気を精神戦お届けする所存でございます。世は太平なれど、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前、戦国の世と何も変わりませぬ。故に、方々は蘇る。清正、ここはどこじゃ。戦場にございまする。ここは桶狭間か。違います。ここは三方ヶ原か。違います。平時ここは長篠か。違うの。ここは関ヶ原か。違うの。ではどこじゃ。日の本の国、令和の世の合戦場にございます。面白い、皆の者出陣じゃ。さあ皆の者、手拍子から参るか。Thank you.
来い。こりゃこりゃかっこよかろう。こりゃハンチしても良いが写真を撮れ。背中しか撮れなかっただろう。お主はもうわしに惚れとる。撮った写真は家宝にするがよい。皆の者、いついかなる時も楽しんで参ろうと。わしが天下の面の歌舞伎者、いいかもね。おえどきいや勇猛なること虎のごとし、忠義を尽くし戦い続けた猛将は後世軍神と謳われた肥後熊本藩主加藤清正。来い。の神髄は戦わずして心を聞く。わしが気づきし名城の石かこそは揺るがぬ忠義の証だ。我こそは騎乗官加藤清正なり。いや、その槍で全地を切り開き戦場をかける。その姿を人は槍の股座と呼ぶ。天下人を支え加賀百万国の礎を築いた前田利家。の言うことを聞きです。おのがしたいようにするがよし。わしは己が信じる神道をただ無心に突き進むのみよ。我こそは加賀大納言前田又左衛門とし言えない。はあ、皆の者、名乗りを上げよ。我ら名古屋をもてなす武将隊、今ここに蘇る。はあ、誰も考えることのなかった天下布武、それが織田信長様の夢であった。あれから400年、我ら再び夢叶えるべく蘇って参った。我が主君豊臣秀吉様が信長様の夢を引き継ぎ、この国を整え申した。そして元の演武となる武器を伏せて太平の世とする。この時代でもその精神は続いておる。ですが今もまさに戦国大変例の苦しい戦を皆よう戦っておると聞いております。故に我らの話を聞け。戦国の世の我らがどう戦いどう生きたか。こたびは何の話や。は、歌舞伎御免状にございます。面白い、しかとその目に焼き付けよ。歌舞伎御免状、関白豊臣秀吉様は前田慶次様の働きを認め歌舞伎御免状を送る。しかし慶次様は秀吉様の前で御免状を破り捨てたのであった。利家様、利家様、利家様、帰ろう。勝手に帰るな。
年家様ではないですか。なんじゃ清正、ご存知ですか、刑事殿が秀吉様から歌舞伎御免状なるものを賜ったとか。歌舞伎御免状、なんじゃその下手なもんは。もう一人自由に歌舞いてよし。そういった書状ではないでしょうか。自由に歌舞いてよし。行くぞ。それはいかんぞ。ただでさえあやつのやりたい放題には手を焼いておるというのに。さようにございますが、すぐに秀吉様に取り消していただきましょう。おしきまさん、おお、何を当てておるんじゃ。お主の話じゃ。わしの話。刑事殿が秀吉様から歌舞伎御免状なるものを賜ったと聞いてな。ああ、その話か。わしは絶対に許さんぞ。おしきは気持ったのが小さいな。なんじゃと。おっと、お主にはどれだけ荷を回されてきたと思っておる。さて、心当たりはないの。お主に水風呂に入れられたことは一生忘れんぞ。ああ、あれか、水風呂でございますか。寒いだったな。あんまりおじきがここへで帰ってくるから嘘をついておじきを騙しやったんじゃ。ひどいことを。何人もいくらでもあるわ。歌舞伎御免状、あんなものを秀吉の前で破り捨ててやったわ。何、本当か。ああ、嘘偽りない。なんじゃ剣士、熱でもあるんか。なぜだ。そんなこともろたら喜んでいろんな人間をからかいまくると思うてな。やめじゃやめ、歌舞伎はやめ。わしは武将として真面目に生きる。いかん、熱い。清正、お許しを図ってみよう。あ、やめ、すごい。さようにございます。これはいかん、36度もあるではないですか。熱やないか。何をするんじゃ。あまりにも刑事らしくないこと言うでな。悪いものでも食べたのではありませんか。例えば鯛の天ぷらとか青い梅とか草と豆とか。初めに言って何が悪い。悪くない。願ったり叶ったり。わしは決めたんじゃ。これから武将としてまっとうに生きる。民の幸せを願って。おお、もう言語変えよう。さようにございました。おじき、これまでの無礼失礼つかまつった。これからおじきを敬い生きていこうと思う。良い心がけじゃ。嬉しく思うぞ。おじき、酒を酌み交わしたい広元の未来について熱く語り合おうじゃないか。良いな。その前に風呂にでも入ってきたらどうだ。熱い風呂を入れてきた。なんじゃ剣士、お主気が引くではないか。そうじゃろう。ならばな、入ってくるでな。また後でな。ゆっくり使ってくれ。剣士殿、これはいかなる心変わりでございますか。心変わり、そんなの知らんわ。しかし、おじきもバカじゃの。また引っかかりおったわ。引っかかった。ケージ水風呂でやないか。どうしよう。歌舞伎御免状を破り捨てた理由を教えてやる。歌舞伎ってのは誰かに許されてするもんじゃない。わしは、わしが歌舞伎たいから歌舞伎。たった一度の人生、楽しく激しく生きようではないか。それがわしの生きる道、前田刑事の生きる道だ。はぁ、我らの演舞いかがであったか。我ら名古屋おもてなし部招待はこの銀世によみがえし以上皆に寄り添っていきたいと考える。それこそが現な演舞の心。共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈る。皆の者、負けるでないぞ。勝利の前祝いじゃ。勝ち時をあげよ。はっ、名古屋とここに集まりし皆々と
名古屋の花の撮影を願って勝ち取っちゃおそれえいえいおーえいえいおーえいえいおー我らはここに蘇る。我らはこの地帯に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊参る。Yeah.